源氏は、日本の佐賀天皇以降、親戚降下し、源の本性を受けた巫女や、高村の士族。姓は阿蘇。新仙性士録や、家族の相続制度における分類は、公別。皇族が、進化の席に降りる際に、源の姿政を受けたもので、佐賀天皇から分かれた佐賀源氏や姓は天皇からの、姓は源氏から、 江戸時代に成立した大町源氏に至るまで、数百年間にかけて21の系統があるとされているが、文献によっては、源氏21流に含まれない順な源氏が存在することを明記しているものもある。生の代表的なものの一つとして、平氏、藤原氏、立花の氏ともに、源平、藤立花と総称されている。多くの源氏は一代、二代のうちに、 朝廷で行為を占めることはなくなったが、村上天皇の子孫である村上源氏の源の諸房流は、上流貴族の地位を占め続け、研究7年の政変で、摂関家を超える権力を手にした、源の道鹿や、五代五天皇第一の側近として、南朝を指揮した北畠近房、明治政府の重鎮となった岩倉智美を輩出している。このか宇田源氏。 清は源氏、花山源氏など一部の家系も同情家として存続している。また、源氏の子孫の一部は受領、財長官人となり、土着して武士化した。特に、清は源氏源氏、常本流河内源氏は、鎌倉幕府を開いた源の頼朝を排出した。さらに、河内源氏の流れを組む、有力士族足利氏の足利高氏が、 室町幕府を開いたことで、武家の統領と認識されるようになった。江戸幕府を開いた、徳川家康を輩出した、三河松平氏なども、川内源氏公営を称している。代表的な家紋である、笹林道は、日本最古の家紋であると言われている。皇族からの親戚効果は、律令成立以前から存在しており、古くは、公の束を与えられた諸子や、 天武天皇の時代に、真人のカバネを与えられた諸子、奈良時代の立花の死や、公認天皇、官武天皇、平城天皇の子孫などが存在する。公認五年に、佐賀天皇の未婚女八人を親戚降下し、厳正を与えられたのが、最初の源氏である。これらの死生は、一定の年以降に生まれた子女のうち、聖母の価格が低いものに一括して行われた。 この姿勢は、佐賀の御子とのりが述べているように、朝廷歳費の節約が理由とされる説が大勢を占めていたが、上級貴族として皇室の反米とすることが目的であるという説もある。しかし一部の士族を除いては没落していく例が多く、反米としての役割を十分に果たせるものではなかった。源は皇室とそう同じくするという意味であり、もともとは、 中国の五古十六国時代、南梁王のこのカブロ派郷が、南梁滅亡後に、北魏に仕えた際、大武帝から、カブロ氏と卓伐氏は、源が同じであるとして、源の性を与えられ、源のがと名乗ったことに由来する。他にも、源は、水元であるという説もある。例えば、和尊氏よりでは、源、源を読めり、水元の儀なりとある。また、 神代巻も仕様層では、源の君は水元なりとある。佐賀天皇の後の天皇も、たびたび皇族を源氏として親戚に下したことから、それぞれの祖とする天皇ごとに集団を形成し、死爵を受けるようになった。これらの集団は年号により、公認後、縁起後などと呼ばれる。それぞれの祖と仰ぐ天皇の後をもって、佐賀源氏、人名源氏、門徳源氏、 生は源氏、宇田源氏などとも呼ばれるが、これは同時代的に使用されたことはなく、国史体系の編算にあたって使用されたのが最初である。源氏の姿勢が開始されて、以降、人名、文徳、高校の子孫には、平氏姿勢を受けた皇族もおり、生は天皇の時代には別の姿勢が行われたが、源氏姿を受けた者は他の生より格上とされた。 その後、兵士や、その他の市政は途絶え、新たに市政される際には源氏ばかりとなった。源氏の中で最も高い官位を持つ者は、源氏長者と呼ばれ、小学院、順内の別当を兼ね、支者を与える権限を持っていた。村上源氏もろふさ流が繁栄すると、以降は着流である小賀の家が、ほぼ独占するに至ったが、足利義満が、源氏長者となって、 以降は、現職の聖位大将軍がつくことが多くなり、江戸時代にはほとんど将軍の独占状態となった。平安後期以降、後位継承とは、関わりのない見込み子たちは出家する慣例が生まれたため、市政源氏はほとんど途絶えていた。江戸時代に入って一家が生まれたが、それを最後に、源氏氏与えは途絶えた。 明治時代になると本性を称することが停止されたため、現氏の存在が認識されることは少なくなった。現世の家系はそれぞれ別の名字を合しているため、現在、源を、名字として名乗る例は多くなく、推定人口は4000人ほどである。天皇の御子が降下することを、一世の現氏と言い,い、自腹月報を、初、ノブの上で優遇された。 一方で高村に至って親戚降下することは二世の源氏という佐賀天皇の子である源の忠だ源、通仁人形天皇の子である源の霊は父天皇の意向で親王の霊に準じて代理において元服を行っており親王に準じた大軍を受けたその後陽精天皇の退位後の後継選定で藤原元常が 源の徹を退けて、孝行天皇を即位させた際には、すでに親戚降下していた、旧官絶中、これさだらが改めて姿勢を受け、一世源氏扱いを受けている。孝行天皇が崩御すると、その元常が、親戚に降下した、源の帝政を復席させて、歌天皇として即位させるなど、同じ天皇の子でも、新王と一世、 源氏の区別の明確化を迫られる事態が発生し、歌天皇以降の儀式書では、神皇の元服と一世、源氏の元服では異なる作法が記されるようになる。しかし、その後も、規模を小さくしながらも、代理で元服を行い、内蔵量から、共演や、引き出物が用意された、第五天皇の子である、源の孔明、源、金明の元服など一世。 源氏の特殊性が完全に排除されることはなかった。源氏物語において、キリツボミカドが、一世源氏である光源氏の原服を自ら、主導して、引き出物も自ら準備しているのも、一世、源氏の特殊性が描かれた場面と言える。しかし、皇妃が、石家の出身であることが重視されるようになると、未婚女の絶対数も減少し、母親の身分が高いことで、 親戚降下する皇族は減少していく。村上天皇以降は、一世の巫子女が死生を受けることもなくなった。後進として高い地位を持った源氏でも、一部の家系を除いてはその地位を子孫に伝えることは難しかった。天皇が代を重ねていくに従い、不その代の源氏とは、血縁が離れていくため、天皇の身内としての関係も薄れていくのが常であった。 さらに親戚降下した、源氏たちの母の身分が低いことも、県政を維持する上では、致命的であった。三代目以降も、上級貴族であり続けた例は少なく、中央で、下級貴族として細々と生き延びるか、受領階級として地方へ赴任しそこで土着して、武士化するか、完全に没落するかしかなかった。中央貴族として栄えた源氏としては、 村上天皇の御子を外する、源の諸房流が知られる。諸房は友平親王の子であり、二世の源氏であったが、藤原頼道の養子となったことがあり、さらに、藤原の道長の家系と、重層的な縁石関係を築いたことで、御堂罰用、すなわち石棺家に準ずる価格と認識されるようになった。着流小賀の家は、聖火家の一つとして、 江戸時代まで上流貴族の地位を占め続け、文家の中院下は大臣家の価格を保持した。一門の道情家からは研究7年の政変で、権力を掌握し、源の広し陸と呼ばれた、源の道地下や、五代五天皇第一の側近として、南朝を指揮した北畠近房、明治政府の重鎮となった岩倉智美を輩出している。また、 江戸時代に成立した、聖家家の広畑家は、二代目の広畑と与田田を、小賀野家から迎えている。このほか宇田源氏清和源氏花山源氏など一部の家系も道場家として、存続しているが、いずれの家も、ウリン家、繁華の平道場であった。明治時代まで存続した、源氏の道場家の一覧1183年時点の、勢力建図。 ただしこのように明確に分かれていたわけではなく、源氏同士、兵士同士でも、総国や戦闘があった。源氏の後衛のうち、呪猟や、在長官人として土着し、武士団を形成したものは、武家源氏と呼ばれる。特に、聖和源氏は、その代表格であり、源平合戦など、聖和源氏をして源氏と称することが多い。源の常元は、 天行の乱の鎮圧に功を挙げ、その子源三中は鎮守府将軍となり、その後衛は摂津源氏、山和源氏、川内源氏とに分かれた。川内国を本拠地とした川内源氏は、源の義家を輩出し、石管家の家人として、中央との関係を築き、受領にも任じられる武家貴族となった。1180年に、自称、 呪営の乱が起こり、河内源氏の統領であった、源頼朝は5年ほどかけて、兵士を滅ぼし、東日本を征服するに至った。1192年、征夷大将軍に任じられ、鎌倉に最初の幕府を開いた。以降河内源氏は、武家の統領として捉えられ、河内源氏からは、石川源氏甲斐、貝源氏 日立源氏下野源氏上野源氏などが分派している。摂津国を本拠地とした摂津源氏からは、多田源氏美野源氏その他が分派している。足利氏は、室町幕府を開き、その一族である細川氏、畠山氏、山梨などは、大きな勢力を誇った。戦国時代には、足利氏流の家系はほとんど衰退したものの、 清は源氏神殿流を称する徳川氏が、江戸幕府を開き、島津氏、細川氏、佐竹氏などは大大名として存続した。佐賀源氏の源の徹を祖とする、徹流、佐賀源氏は、摂津国を基盤とした渡辺氏と、その分流の松浦氏などを輩出した。また、宇田源氏の中で武家として、大海国を基盤とした系統は、大海軍氏と称され、 佐々木同様が室町幕府の重臣となったこともあり、六角氏、京国氏は守護として勢力を築いた。五十二代、佐賀天皇の子孫、後任はと、詳細は佐賀源氏を参照。このうち、源信、源常、源徹は、左大臣となり、平安時代初期に朝廷の一大勢力を成した。また、 源の徹るの系統は地方に到着として、武家となった。また源の清姫は、藤原義房に嫁ぎ、天皇の娘が摂関家に嫁ぐ先例となった。氏族、渡辺氏松浦氏鎌地氏など、佐賀源氏系図女子は数を限って記載。源の徹流以外の系図は、佐賀源氏系譜を参照。十四代、人形天皇の子孫。 上和は後。人形天皇の子、源、田、玄光は、右大臣となった。また、玄公の子孫に、聖は玄寺の源の,の三中の妻の父であり、佐賀源寺の源の妻の養父である、源の厚子がいた。佐根康神皇、本皇神皇の子息も数人が源氏となっているが、本皇神皇の子息には、兵士となった者もいる。 人名源氏系図、源氏、ボリューム1道安信郎本校信郎、人名天皇。道安信郎、宗安信郎、時安新郎、鮫安信郎本校信郎。狂気狂犯協、タスク権に、源氏、ボリューム2源太、源の昇る、人名天皇。多礼広角外等55代、門徳天皇の子孫、天安はと、 詳細は、門徳源氏を参照。源義有は、右大臣となった。氏族、坂戸氏、門徳源氏系図五十六代、清和天皇の子孫。上岸はと、詳細は、清和源氏を参照。中央では、皇后天皇への高等移行により、勢力を広げることはできなかった。しかし、第六王子、定澄新皇の子、六孫。 大津根本の系統は、武家として栄え、川内源氏の源義の家が、武家の刀領となり、その子孫から、鎌倉将軍家を排出したことから、武家刀領の家柄とされ、室町幕府を起こした足利氏をはじめとして、新田氏、木曽氏、武田氏、佐竹氏、細川氏、今川氏、時氏、南部氏、獅子都氏など、多数極めて多数の武家が、聖和源氏の子孫を称した。 また、徳川氏や島津氏など、本来、聖は源氏ではない一族が源氏を仮をかした例もある。道場区下の竹内家は、川内源氏ボ流源ュ源、吉光の第四子、平賀森吉の系統である。聖は源氏系図、源氏ボリューム1定名神皇帝保神皇。聖は天皇。丁名神皇帝方神皇上限神皇帝平、神皇帝保神皇。 国淵県中県心国忠国鎮。重之重幸源氏川内源氏、ボリューム2貞澄親王清和天皇。貞澄親王常元王強制。三中万正万期万実万海万成功説。より三より近来神。来平より明より来藩源県中期。より近より清より末より東吉政 よしえよしつなよしみつかいほまれ。よしむねよしちかよしくによしただよしときよした義ただむねよしの義隆しゅんよ義や義よ義ゆ義ためよしそうせい、ためよしけいこく。よした義ただむねのりきよよしお。よし義も義しかたよしひろよりかたらいなかいしゅう。ためなりためともためなかゆきえこれよしとりいぜんに。よしひらともながよりともぎもんきぎのりよりぜんじょうぎえん。よ よりえ、家さねともてえ、あかつきとひきに演じもと犠牲。一万苦行境いくえじっぜん、あかつきちくごし源げんじ、ぼりゅうむの長頼な和天皇ながより。せ和天皇。帝のう。王定頼つ王長のう、さだかずしんのうていしんしんのり。ため前、しげるはじめしげるらしげるかた 生は源自慢生竜、万生。た重しげただ宗かただくに。低層災来。しげむね。しげざね。しげとうしげなりしげふさだ。しげなをしげより重げ十万、重げ重がしげたし。しげた生は源自より密流、より密。来国。 来広市来助来実るみ国より綱国ふ志し子六条祭院仙寺。家光市県民国中政国なお。厚志国行国行行、よりまさ来行国政国旗。時光より森来県中綱より金広綱二条院、さぬき金綱ぎ衆門院単語国の。行行とも高、だか、来森綱総綱有行、来茂。元綱、助国宗中。 生は源氏国ふさりゅう、国ふさ。三つ国。高新三安。後期三重三長高僧。よりし公共光光光。生は源氏より下流。より下、雷城よりふさ来園より元、雷来春友行。雷風、雷お侍家、元高三つ家。より安近広これ風。真実親。 おさむよりあきよりあき。頼ん頼の十ゆうじらい十連吉春よりもとよりやす。じっべん、こうじらいすけ。じよしはるよりもと。せいわげんじ、かわ義ちげんじぎこうりゅう。ぎこう。よしひろぎし義んよしあきよしなかよしのりぎ 正義義弟清光志公義,義義信。高義義常義金三長新義炎公義帝義炎。これ義朝、宮城影平。秀吉義明忠頼謙信遊義新高校長長、清高校大二極義市維新。聖和源氏川内源氏義国流。義国。義重義安末国。 吉し義春吉金義ん敬議樹紀利清議長吉金義正ねぎきけいぎしょうじきのりきよぎちょうよしかねぎせつぎせのり清よぎぼうよしざ義ぎ義ゅ義よしすけよ義しせいはげんじかわうちげんじぎじりゅうよしたかりゅうよよりよりさだはげんじかわうちげんじ 中江義中宮、菊姫。中光義隆五十七代、妖精天皇の子孫。元行後。聖は源氏の祖とされる、源の常元は、妖精天皇の孫とする説があり、この説に賛意を示す学者もいるが、広く学会の承認するまでには至っていない。妖精源氏系図、源氏ボリューム1原領新王妖精天皇。 元羅新能。助ケ王佐寺王佐、来王佐剣王、詐欺左兵助親源氏、ボリューム通言平ら新源の聖官、陽勢天皇。元平ら新元朝新能、元立新能、清支援清影政官。県名県、名忠時、五十八代、高校天皇の子孫、任名和と高校天皇は、 藤原元常の講演を受けて即位した際、採用として内王を宣言されていた御子を除くすべての子女に、現氏を施政した。この内元定政とその小源以上は皇族に、復帰し、宇多天皇、第五天皇として即位している。第一御子である、是中親王の総尊、皇賞は、仏師となり、この系統から仏皇の、閣流派を排出した。 高校源氏系図、源氏、ボリューム安世中心の、高校天皇。世中心の、式順王式季線王小顔忠持大今、タスク大へ伊賀王清平正明和宗行室明康行き。交渉。上長。各女。来女。孝介。孝朝光景、聖朝運継。 探偵や寿司運行弁交渉運が運助。玄次、ボリューム2コレサダの王、皇、源の夫久し。高校天皇。コレサダ神皇、訂正の王新の元朝、近前健全、名実休館特攻最善音久し。直見岸直集会。清志に清信清都市。玄ボリューム3玄勢久し、源源の友佐田。高校天皇。 これツネ・サダツネ・セイカゲゼ・国紀候、泉友もさだ。集合抽選しの金太だ。信明信隆。報告金住同性。五十九代、宇田天皇の子孫。官票後。第八王子である、厚見親王の子、源正信、源重信兄弟はいずれも左大臣となった。 源の重信の子孫は12世紀初めまで苦行を廃出した。源の正信の子孫からも多くの苦行を廃出し、鎌倉時代以降、庭田や綾野孝治屋等に分かれ、明治維新に至るまで道場家としての地位を保ち、栄えた。道場久下、庭田や綾野孝治屋、五辻屋、大原屋、自公寺家氏族、佐々木氏。 出雲原子など諸子宇田源氏系図、源氏ボリューム1厚人親王はじめ名親王宇田天皇。厚人親王聖中新王時代親王厚子吉地下大厚子方新能、西国親王はじめ名親王秀明諸明悟小方、古創出修行。源氏ボリューム2厚美親王行、名親王宇田天皇。 厚み新農業、中心農業、名新農。正信、茂信、広信、官庁、宮城県、県自中、富木、時方、み新寺通り、松室、方、道方。政々町、人、常より,成より、成より、正道、強神。市通り、年より、正長、年へ。有権。試験。通過事件。宮城、県有史、出身。有賀常助信、信あり。 六十代第五天皇の子孫。演技を後。詳細は、第五、源氏を参照。大十王子の源の孔明は、左大臣となったが後に、安ナの変にて失脚した。孔明の異母兄弟である、源の金明も左大臣に登ったが後に、新王に復帰させられることで政治の中枢から追われた。孔明の三男、源の落とし方は、剣大納言、四男。 源の常房は、県中納言に上り、年方の子孫からも、源の高国や源の年明を、はじめ多くの苦行を輩出し、陰世期まで栄えた。第一皇子、国名親王の子には、還元の名手として、有名な源の広政がいる。四族、岡本市、川尻氏、第五源氏系図、源氏、ボリューム1国名親王、重明親王、第五天皇、 国名神王安明神王与明神王重明神王広政義寄大広子城、重光安光信光国政行政信正騎士城。源氏、ボリューム2常明神王寺明神王第五天皇。常明神王式名神王有明神王寺明神王中世安清。源氏、ボリューム3長明神王 金明らしいの。醍醐天皇。長名神皇、正明神皇、広明神皇行、名神皇、乗明神皇、成明神皇、森明神皇、金明らしいの。各中、王のり互いのぼる。源氏、ボリューム方言公明、源のため明。醍醐天皇。公明寺名、陰明ため明。中堅これ方、年方、常房。 森高松室公賢記高国上人アジじリハ母。長木元綱高利龍綱俊明国年各有。森長屋、県道吉春神王春国秋。聖郷都市正。源氏、ボリューム5金市内心の安子内心の。第五天皇。金市内心の宮城市内心の安子内心の。六十二代。 村上天皇の子孫、天略跡。詳細は、村上源氏を参照。第七巫女の友平新郎の子で、藤原頼道の勇士となった右大臣、源、諸房の子孫は、多数の苦行を排出し、栄えた。諸房の子、源、俊房、源、秋房の兄弟はそれぞれ、左大臣、右大臣に上った。 都市房流も陰盛期まで枠業行を出したが、以後は没落した。秋房の着難の源の正美は源氏で、初の大城大臣となり、その子孫は、数多くの大臣を輩出して、村上源氏の着流となり、ことに平安時代末期の源の道地下は著名である。室町時代に、足利将軍家に奪われるまで、源氏長者は、村上源氏が独占した。 マサ流からは、聖家家の一つである小賀野家を始めた数の道場家が、分立し、明治維新に至るまで道場区下としての地位を保った。道場区下、小賀野屋、中野院屋、六条家、岩倉屋、千草屋、久世屋,屋、東癖屋、梅景屋、あたご屋、植松家氏族、北畠氏など、村上源氏系図、源氏ボリューム1公平親王、昌平親王。村上天皇、 公平神皇、乗平神皇、松室平神皇、た平神皇。諸貞神皇、伊佐田神皇、賢状頼貞ため、ただし秋貞源氏、ボリューム2森平神皇、昌平神皇。村上天皇。森平神皇、昌平神皇。海神神皇。厚安神皇、厚平神皇、厚永神皇、修しない神皇。 原始上昇しない新能稽古内い新能、親父新能、高人新能良子内い新能、剣士内新能。源氏、ボリュームスリーグ平新能永平新能、村上天皇。友平新能、永平新能。諸房高姫。年房秋房人格市中後、住子玲子。市、来諸時諸年昇格人化にし、竜広しペン。 死境志向諸中俊孝友近後鳥羽隠宮内京、宮尾中高下門人別当。村上源氏秋房流。秋房正美県、中正俊国信部新宮尾県、宮尾宮尾県定会、佐渡小路市。県通り、まささだ体県門院堀川県春元海館、宮尾新次成政,政正擦那さ房 正道明運、正道貞房孝種、春閣秋信総忠志、道近賢賢、通り総道とも満ちてる。定通通方道元、六十三代、霊泉天皇の子孫、安南和と、源氏二十一流に含まれるが、尊卑文脈には、霊泉源氏の人物は記載されていない。霊泉天皇の子である、花山天皇の第六王子。 清人親王は、霊勢天皇の養子となり、男子延べ親王が姿勢されて成立したが、その子安助王は、王子に服して、以降は、花山天皇の末としての扱いを受けた。六十五代花山天皇の子孫、勘奈を後、道上区下、白川博王家神儀伯を接収して、新党を統括。1961年絶景。 火山源氏系図太線は実子。細線は養子。源氏、花山天皇。清人新郎将等親郎新感覚源。遠信王。安助王。健、孝王。荒は、孝王。健康王中氏、王健京王。剣職、王助家王行使王行、聖王,王。死光王。 助国王豪賢王助紀王助秀王秋国王六十七代三条天皇の第一王子厚明親王の子孫長和和と厚明の第一王子厚定親王の子僧家の系統第四王子元平の系統と新州、建造東州の系統がある厚定親王の孫元通記は 一旦源氏制を受けたが、王氏に服した後は世襲の王家となり、正さ家政を世襲した。三条、源氏系図、源氏、三条天皇。厚明神皇、厚吉神皇、厚平神皇、諸明神皇。厚帝神皇期、平厚志賢神皇。簡易行襲、行尊元子。七十一代、五三条天皇の子孫。遠久を後。 五三条の第三王子、婦人親王の子である、源有人が、玄永2年に失聖された。有人は、左大臣まで登ったが、子女はなく、家は断絶した。源平清水記では、源頼朝の家臣で平家物語にも登場する、田代信綱が有人の孫としているが、信憑性は低い。五三条源氏系図、源氏 御参上天皇。貞仁親王、新皇、親王、ひと新皇、王、有仁、皇。源氏、ボリューム2貞仁親王、貞皇。親王、ひ皇。厚文新皇、閣行法親皇。義仁親王新皇、閣法法新皇、聖めみ法新皇。有りひといきけ。挿入新法神が勝七十七代、ご白川天皇の第二皇子、持人王。 持人王は、神皇宣言がなされず、ついに自称四年、最小神皇を名乗り、安徳天皇と平氏政権の排除を唱えて、源の頼政と共に挙兵した。その際、後白河院から功績を剥奪されて、なお、源も光と改められ、土佐国への流罪の沙汰が下った。しかし、追悼軍に撃たれ、廃止した。八十四代。 純徳天皇の第五王子、忠明王の子孫と第六王子、前頭神皇の子孫が該当する。忠明王の子、彦人子孫は永仁二年に現実生を受けた。この忠房は剣中納言、孫の彦領は三議に上っている。前頭神皇の子孫は四つ辻愚を称していたが、前頭神皇の孫義成は文が五年に。 源氏制を受け、四つ辻を加盟とした。血縁がある、足利義満の応援も受けて、左大臣に登ったが、ただ一人の男子も出家し、以後は途絶えている。純徳源氏系図、源氏純徳天皇。中京天皇中、西王彦西王前等新王孫覚法新王覚恵法新王彦豊王、彦人。 ただふさしょうち八十八代、後佐賀天皇の子孫。文永三年、後佐賀天皇の第二王子、宗方か王が、第六代鎌倉将軍を退いた後、その長男で七代将軍に就任した、これ安王に対し、厳正が賜物ものみされて、源のこれ安となった。しかし、公安十年。 鎌倉幕府がコレヤスを経営追放し、代わりに、久明親王を将軍に迎えるため、その下準備として、幕府の要請により、朝廷よりコレヤスに対して、親王宣言がなされ、コレヤスは皇族に復帰した。また、宗方親王の孫にあたる総治は、五代醐天皇の勇士となって、厳正を賜物もの組みされている。五佐が源氏系図、源氏、五佐が天皇。 胸方新能、急に新能、久子孫新能、常人、新能、宮尾村、新能、貞吉新能。これ安。人志清。八十九代、五深草天皇の御子で、鎌倉幕府八大将軍となった、久明新能の子孫。久明新能の子森国新能、久吉新能が原生を玉物組されたとされるが、信憑性は低い。また、 久吉新郎の子宗明は、略王元年に、源氏生を受け、県代納言に登った。五深草源氏系図、源氏。五深草天皇。行人新郎、広人志新郎制、人志法新郎新生法新郎行革法新郎、久秋新郎。森国新郎、久吉新郎制恵み。宗明宗急。九十六代、五代五天皇の子孫。 取得三年に、胸長親王の子、陰陵親王が、現実制を受けたとされる。しかし、波合器、品の宮殿といった、軍機物にあるのみで、陰陵親王の実在性を含めて信憑性は低い。106代、大木町天皇の子孫。大木町天皇の孫、八条宮俊人親王の子である、忠だ幸夫は、尾張藩主、徳川義直の勇士となって、 終わり国に向かったが、その後京都に復帰することを願い出た。漢文三年に、現時制を受けた。聖火家の価格を持つ広畑の始まりであり、忠行雪の後は、小賀野家からの養子が継いだ。ありがとうございます。